どうも皆さんこんばんは、おさむです。今日もエペックスやってきます。今日バトロワやるんですけど、バトロワ のアンチで待ってる時間あるじゃないですか。あの時間に今日は野良の人に歌を歌っておもてなししようかなと思います。それではやっていきましょう。これ聞こえてんかな。いや多分スピーカーマークついてるから聞こえてると思うけど、レオナルドさんか、いっちゃんさん、お願いします。聞こえないんですか。俺ピーキー取りました。ピーキーちょビーコン見ますね。俺ちょっと雲を倒しましょう。てかアーマー強くないですか。多分こっちじゃない？スキャンするわ。いる3人いる。ああ、これは引いた方がいいな。え、え、レオさんですよね、今しゃべったの。お願いします。あ、お願いします。え、なんか聞いてたんすか。いや、まあしゃべってくださいよ。いや普通にだるい。え、なんで。え、この人も聞こえてんかな。 いっちゃんさん。あ、お願いします。え、女の人。はい。上だ。上どこ。これあ、ウォールこっちか。あ、ケアパケありますよ。どうします、これアンチムーブします。いや、なんでもいいですけど。どんな、なんかでもちょっと敵来ないし、ちょっと暇じゃないですか。俺歌うの好きなんですけど。いや、自分はいいっすわ。歌うの好きじゃないですか、レオさんは。ね、嫌いとかそういうのないですけど、ただ別に今ゲームやってるんでうるさいっす。どういう思春期。いっちゃんさんは歌うの好きじゃないですか。あ、私は好きですね。え、なん、好き？好きですね。好きなんかい。はい、好きですね、好きですね。なんか最近歌練習してる歌があって、 BTS のバターって曲なんですけど。はい、知ってます。知ってます。え、歌えます。歌えますよ。え、じゃあ一緒に歌いましょう。いや、うまいんだったらいいけど、どうせだって別に大したことないね。いや、じゃあちょっと歌ってみます。先いっちゃんさん歌っていいですよ。あ、わかりました。スムーズ like butter like a criminal undercover born pop like trouble breaking into your heart like that wooShe's stunner, yeah, I owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. When I look in the mirror, I make your heart turn blue. I got the superstar glow, so ooh 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 ooh. Sign step right left to my beat. やば。 I like the moon rock with me, baby.Let me show you cause so cheap. Sidestep my left to my beat. Get it, let it roll. え、いや、うまいわ。え、レオさん、え、レオさん何？起きた。ウソペンゲタイ。レオさん何？え、知ってたんすか、バター。まあ。戦った。何かやりました。シャーマだよ。引いた一人。ナイス。周り見てこう。つけれる。アリーナじゃん。広いアリーナ。わあ、怖い。コースティック66です。あったパス。あ、青山。いや、ゆっくり。
ただコースティックいるから。あ、左行ってる、左行ってる。パスやった、パスやった。行く、行く、行く、行く。これ攻めた方がいい。行けると思う。肉、コースティック。足を蹴る。ナイス。あと後ろ。俺の後ろ。やった、ナイス。よっしゃい。やったぜ。完璧じゃん。皆さんにお知らせがあります。去年僕の企画で行われた紅白戦場歌合戦で優勝した人は僕のレーベルに所属してサポートするよという話だったんですけど、優勝した K 君と2人で話し合った結果、彼は自分の力で頑張りたいで自分のレーベル持ちたいという理由でレーベルの所属を辞退するそうです。自分自身で今後活動頑張っていくそうなので、彼を応援したいと思います。K 君と僕のシトラスのコラボをまだ聞いたことのない人はぜひチェックしてみてください。そして今日一緒に歌っていたいっちゃんをレーベルにスカウトしました。彼女は紅白戦場歌合戦にも出ていたのですが、圧倒的歌唱力とあと K 君のレーベル自体ということもあって今後は彼女の歌の活動をサポートします。なんと今日いっちゃんのファーストカバー音源黒いしずくが YouTube にアップロードされていますので概要欄からチェックしてみてください。ちなみにそのトラックおさむが作ってます。おさむピアノ弾いちゃってます。なんか最近昔のおさむの歌ってみたをよく聞くことがあるんですけど、昔に比べるとやっぱり音源のレベルが上がったなって、あと歌も上手くなったんじゃないかなと思ってます。いや本当にここまで自分でやってきてよかったなというふうに思います。何よりこうして才能のある人たちが歌をたくさんの人に届けられるきっかけを作ることが僕の夢でもあったので今本当に幸せです。きっとまだ夢見てる人はこの動画を見てる人の中にもたくさんいると思います。そんな人たちがかっこいいと憧れるような歌を歌えるように僕もいっちゃんも頑張っていきます。よろしくお願いします。